白水阿弥陀堂庭園白水阿弥陀堂は、福島県岩き市内郷白水町広畑にある、平安時代末期建立の仏堂。同地所在の新言州地山派の寺院、岩城寺が所有する。福島県内唯一の国宝建造物である。国宝指定名称は阿弥陀堂。浄土式庭園を含む、境内地は白水阿弥陀堂教育として、国の史跡に指定されている。 白水阿弥陀堂は平安時代末期の1160年に岩木のりみの妻、徳姫によって建立された。徳姫は夫、のり道の母体を弔うために寺を建てて岩城寺と名付け、その一角に阿弥陀堂を建立した。阿弥陀堂はその後言葉上皇により直眼寺とされた。江戸時代には徳川将軍家より、 治療十国を与えられるなど、歴代の犠牲者に保護され、現在に至っている。阿弥陀堂は、明治35年7月、当時の古社寺保存法に基づき特別保護建造物に指定され、昭和27年3月29日、文化財保護法に基づく国法に指定されている。堂は近くに所在する、岩城寺の所有である。ただし、池を含む、 浄土庭園の大部分は岩き市の所有、管理になる。阿弥陀堂は片三軒の単層宝行造りで、屋根は土地吹き。堂内は、内陣の天井や、投げ師、雷号壁などが絵画で称耗されていたが、現在は一部に痕跡を残すのみである。内陣の趣味壇上には、阿弥陀如来像を中心に、両脇寺の観音菩薩像と、静止菩薩像、 並びに二天像の五体の仏像が安置されている。東北地方に現存する平安時代の建築は、岩手県平泉町の中村寺根寺木道、宮城県角田市の高蔵寺阿弥陀道、東道の3棟のみである。阿弥陀道は東、西、南の3方を池に囲まれ、正面にあたる南から中の島を経由して、道に至る参拝道が設けられている。 さらに北、東、西は山で囲まれており、阿弥陀堂を中心としたこれらの空間は平安時代末期に盛んだった浄土式庭園の様を成している。これらの構造は徳姫が欧州藤原氏の娘であることも手伝って、毛辻や無料公園といった平泉の寺院の構造に影響を受けている。白水という地名は平泉の 泉という文字を二つに分けたもので、岩き市の本拠地であった平という地名の由来も、平泉の平を取ったものだという説がある。2011年3月11日に発生した東日本大震災による損傷を受け、阿弥陀堂の廃刊が中止されたが、2012年7月に修復が終わり再開された。また、同時に損傷した所蔵の阿弥陀如来座像と、 持ち国天蔵が京都に送られ修復作業が行われた。史跡白水阿弥陀堂教育国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1975年撮影発掘調査によって国宝阿弥陀堂が大きな池の中に設けられた中島に建てられ浄土庭園の典型的な構成を示していることが判明した。 1966年9月12日、周辺サンリニアのうち、民家敷地を含めた243,669平方メートルにわたる広大なエリアが国の史跡に指定された。鉄道路線バス道路毎月第4水曜日は休みとなり、橋を渡って境内に入ることができない。ありがとうございます。